ウォルターシスル、1912年5月18日から2003年5月5日、南アフリカ共和国の政治家。1912年5月18日、南アフリカのトランス界のエンコボに生まれる。母のアリスシスルは黒人の家政婦であったが、父のビクター・ディケンソンは白人の公務員であった。地方のミッションスクールで教育を受け、1926年には、 働き始める。九百二十八年、ヨハネスブルグに移住し、いろいろな仕事を経験する。九百四十年、アフリカ民族会議に加入する。九百四十三年に、ネルソン・マンデラや、オリバー・タンボと共に、ANC 青年同盟に加入する。なお、委員長は、アントン・レンベデが就任するが、シスルは、財務担当に就く。九百四十四年には、 活動家のアルベルティーナと結婚する。シスルはアフリカ民族会議にオルグとして頭角を表す。1949年にアフリカ民族会議の初期長に選ばれる。1952年、不服従キャンペーンを展開する。その年、シスルは逮捕されるものの執行猶予の判決を受ける。1953年、シスルはアフリカ民族会議代表として、 ヨーロッパ諸国、ソビエト連邦、イスラエル、中国を歴訪する。1954年まで初期長職に在職するが、次の初期長はオリバー・タンボである。1953年から1963年まで7回も刑務所に収監される。1962年に反逆罪で逮捕されたが、保釈請求して保釈された時、逃亡した。 1963年7月14日、リボニアで逮捕されるまで地下活動に従事した。ネルソン・マンデララと共にリボニア裁判を受け、1964年6月12日、終身刑の判決を受ける。ロベン刑務所でネルソン・マンデラ,ラと共に懲役生活を送る。1982年5月、マンデララと共にポルス・ムーア刑務所に移る。 26年間の獄中生活の後、1989年10月15日、釈放される。1991年7月、アフリカ民族会議の合法化発の全国大会で、ネルソン・マンデラの公認として、副議長に選出される。1994年まで、副議長職に在職し、多母むべきにその職を引き継ぐこととなる。2003年5月5日、死去。 91歳の誕生日の直前であった。ありがとうございます。